BGM。 あれ BGM ってカラオケなの？なにゃなにゃ。BGM をかけよう。そういうことなのか。ほう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 。カラオケを流すってことね。わお、卵かけご飯ありがとう。いいね、お昼ご飯卵かけご飯。でも私あれなんやな、卵がね今お家になくて卵を買わなきゃいけないの。まっちゃんさんありがとう、卵かけご飯ありがとうございます。卵かけご飯が食べたい食べたいっていう話なんですよ。そう、ここ何日かね、そう卵が食べたいんですけど、いつも買うのを忘れちゃうんですよ。そう、卵買いたいよねっていう話しよったけど、そうあれなんや、卵持ってないっぽい。卵、カラオケを流すわけね。そういうことか。ちょっとなんか良さげな、ないかな。じゃあ BGM です。これこの曲さ、めっちゃさいいよね、 BGM にそう、カラオケではなく TGC ならぬ TKG かなって。おお、うまい、いいですね。なんかいい感じだね BGM。 よいしょ、良きだね。え、なに？なんか今車通った。うわお、リムジン、リムジンありがとう、イレブンさんありがとう。何かをしようと思った。あら、私、あ、そうだそうだ、後ろのひまわりを変えようと。まだ歌はね、今日ね本調子じゃないかな。まだね喉が起きてないんですよ。お、昨日やっとミクちゃんインストールできたって、ありがとうございます。最近私ねローズヒップティーにハマってて、あっぶなー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 、こぼすとこだった。そう、ローズヒップティーにハマってるんですよ。ローズヒップティーって飲んだらどんな効果あるんですかね、なんかわかんないんですけど。ハロー、アンディさん、ハロー、ナイストゥミーチュー。そう、え、これ普段着じゃなくてね、普段着じゃなくてね、あのね新入り T シャツなんですよ。まあまあ普段着か、普段着兼レッスン着みたいな感じなんですけど、可愛くないですか？見てください。私の大好きなワンちゃん。ワンちゃんはこれ何匹いますか？これ3匹書いてある。そう、ワンコがたくさんなの。これね猫バージョンもあるんだけど、そう犬バージョンがあるっていうことを、なんか猫バージョンが今流行ってるんですよね。で犬バージョンっていうのがあって、いやこれはちょっと犬好きの私はゲットしないとと思って買いました。下にはですね、パートナーって書いてありますねパートナーって書いてありますそう、そうなの。肌の張りを保つ効果も期待できます。ローズヒップいいですね。
あ、セトラブの動画すごくいいって、ありがとう。よかったら皆さんいいね、コメントも、あのこの夏休みイベントの重要な審査の一部になるのでお願いします。鳥バージョンはね、まだなかったですね。そう、ワンコがたくさん。ヨシヒコさん、ありがとうございます。月影さん、ありがとう。イレブンさん、ありがとう。山ちゃん、ありがとう。マトベイさん、ありがとう。トウトウさん、ありがとう。イグネコさん、ありがとう。モーさん、アキヨシさん、いつもピンチさん、まっちゃんさん、ありがとうございます。すごい、なんかいいね、 BGM あるとテンション上がる。テンション上がるね。夏におすすめの飲み物らしいって。すごい、メラニン色素を抑えてシミができにくくなる。すごいじゃん。ちょっとみんなもローズヒップ生活始めよう。始めましょう。私はなんか無印のやつ買いました。ローズヒップティーオレンジみたいな。お、今日お休みでよかった。嬉しい。お休みの大切な時間をね、私に割いてくれて。なっちゃんのいい声と BGM でラジオ番組みたいで、嬉しい。レイクさん、ありがとうね。ちょっとみんな始めよう、 DJ なつき。続いての曲はこちら。続いての曲はこちら、 STU48。 ね、ローズヒップいいですね。あ、すごい、オールナイトニッポンさんのギフトだ。すごい、かわいい。ニックまで応援しました。ミーさん、ありがとう。ハシケンさん、ありがとう。イグネコさん、ありがとう。ココチャさん、ブンブンさん、ありがとう。ラジオのパーソナリティいけるね。ほんまに？やってみたい。そう。わー、ハッピーバースデー。おう。私の誕生日12月12日。まだまだ先、すごい嬉しい。何ヶ月前ですか、4ヶ月も早く誕生日を祝ってくれた。多分一番早いですね。もう私の誕生日を祝ってくれた、今年の誕生日を。高弘マックさん、ありがとう。なぜ岡山バージョン、岡山バージョンとどこだったかな、なんかその2つのそのバージョンしか STU48 入ってないの。あ、あとですね、そうなんですよ。なぜ岡山県バージョンを選んだかと言いますとですね、そうなんです、 STU48 の中の課外活動で私がリトルチャーミングトリップというユニットにね所属しているんですけれども、そのリトルチャーミングトリップがですね、8月の9日月曜日に岡山でジェラ祭りというですね、そうなんですよ、イベントに参加させていただけるということで、私そうなんよ、岡山県初上陸ということで とっても楽しみなんです。そう、9日に入場無料のイベントとなっているので、たくさんの方に足を運んでいただきたいです。ぜひ岡山県民の皆さん、待ってます。待ってます。話すのすごい向いてると思う。嬉しい。そうなの、岡山県バージョンっていうのはそういう秘密がありました。はい、そういう秘密がありました。そうなんですよ、そうなんです。ステージの私たちリトルチャーミングトリップのステージ出演は6時20分から7時の間、すごいんですよ、40分もステージのお時間をいただいて
もうこれはもう思う存分リトルチャーミングトリップの良さ、そして STU48 の良さをね広められると思ってるので楽しみそう、リトルチャーミングトリップにはね岡山県出身の宇都宮りねちゃん、りねちゃんもねいるから、いや本当にねりねちゃんはね面白い、本当に個性豊かで面白いねメンバーなんですよ。でけんね、私はねあの人生で初めて会った岡山県民の方がりねちゃんなので、私岡山県民みんなあのりねちゃん、りねちゃんみたいな人だと思ってるんでテンション上げ上げでいきましょう、テンション上げ上げで楽しみましょう。はい、そうですね、皆さんぜひ来てください、お待ちしてます。感染対策バッチリでいらしてくださいね。そう、体力もしっかりとつけてですね。続いての曲は STU48 ね、大好きな人DJ みたい、本当に。皆さんこんにちは、ビギナーさんの方もありがとうございます、見に来てくれてありがとう。みんなが同じような人だとすごい県民性だ。いやもう本当にもうそんな感じで岡山県民の皆さんみんなハッピーな方たちだと思ってるので、私たちもさらにハッピーを届けれるようにちょっとジェイラ祭りに向かいますそう、そしてねラジオといえばですね、8月6日にですね RCC さん RNC さんで8月6日に STU48 のちりめんパーティー、ちりめんパーティーというラジオがあるんですけれども、そのラジオに8月6日に出演させていただきます。明日だね、明日ですね。 RCC さん RNC さんでの放送は8月6日になります。はい、ぜひ聞いてください。そうなんですよ、その明日のちりめんパーティーのラジオはですね、2期研究生の宗行理科と一緒に出演します鍋行きっていうねコンビ名もあるお二人なのでって私なんですけどね、鍋行きの鍋は渡辺の鍋なんですけど、そうなんです、その二人での出演となってるので、いや本当にねすっごいね楽しいですよ、楽しいラジオになってるので、もうなんか素の私たちが見られるので、そう、もうびっくり、もう本当にすごい楽しいラジオになってるので、ぜひ聞いてください。たくさんの方に聞いていただけたらもう私たちとっても喜びます鍋行きの世界観にね、そうぜひぜひ8月6日ちりめんパーティーで虜になっちゃってください。そう、鍋行きそうですね、鍋行きをちょっとねあの STU48 の運営さんに公式コンビとしてちょっと認めていただくのが目標なので頑張ってます。私たちの世界観はね、なんか他のコンビとは違う、なんかね、そう面白い感じになってるのでそこにね、そうなんですよ、佐竹さん、MC の佐竹さんも加わって、もうすごい面白い世界観のチリパになってるので楽しみにしていてください。そう、本当に楽しかったので、そう結構ね鍋行きコンビの存在に気づいてくれる
くれ始めた方が増えてきているので、そうですね、そう、あ、仕事中なのでアイテムだけって、おお、ふーちゃん、ふーちゃんリムジンありがとう。これさ、今さっきっていうかさ、すごいさ、今日さリムジンがさ2代目なんですけどさ、それで気づいたんだけど、あのこのアイコン、なんか送ってくださった方のアイコンがさ、なんかこうリムジンでこう運転してるみたいになってるんだね、面白いありがとう。ポッケさんありがとう。あ、待って、これリトボじゃない？ちょっと待って、リトボって書く。あー、待って、よし、え、ギリ間に合った？あ、ごめん、めっちゃ音入るごめんなさい、本当にちょっとクーラーに鼻がやられてしまったかもしれん。あ、これはペダルと車輪と来た道とという曲です。トワ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 、ケンジさんありがとうございます。リトボ、またねって、ありがとう、リトボありがとう。リトボが出現してます、皆さん。ダダ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 、これ待って、リトボさ、そうそう、ありがとうございます。もしもリトルボックスを出現させるよって方がいたら、コメント欄でちょっと予告していただけると嬉しいです。ちゃ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 、ありがとうございます。お、行きますって行きますって、リトボ、え、ごめん違うか、あ、よし、オッケー、あ、すごい、月影さんリトボありがとう。よかったらリトボ行きまーすって書いてくれたら分かりやすいかも。すごい、皆さん STU48 2期研究生です。皆さん、あの今 TGC さんのオープニングアクトをかけてイベントに参加中です。 STU48 は AKB48 さんの姉妹グループの一番妹分の存在になってます。よかったら皆さん知ってくれたら嬉しいです。今流れてる曲も STU48 の曲です。見に来てくれてありがとうございます。毎日いろんなメンバーで時間ずつに分けて配信してるので見に来てね。そう、ファンの皆さんの数が増えた。みんな外しちゃダメだよ外しちゃダメだよ。歌声素敵ですって、ありがとう。そう、ちょっと今日はまだ喉が起きていないのでね、ちょっと歌
だはあんまり本調子で歌えんのんじゃけど。月影さん、リトボありがとうございました。そうそうそう、効率上がるよね。そうなの、すごいファンの皆さんの数が増えるから、多分見に来て、リトボが出現しているから、出現したら見に来てくれることが増えるみたいなんでね、とても効果的ですね。スマホもぞいさん花…あ、違う、間違えた、消化道弁当さん、ありがとうございます。最後に1曲だけでも、確かに、ちょっと待って、くしゃみ出そう、危ない危ない、みんなの鼓膜が破れちゃう、くしゃみが出そう。あ、大丈夫だった大丈夫だった。あ、またねーって、またねー、ありがとうございます、見に来てくれて。あ、BGM が切れている。続いては風を待つ。こんにちは、このあれだわ、エコーを消すの忘れてたから。マジカルシンさん、ありがとうございます。え、すごいですね。なんかそう、昨日1位にさ上がったじゃないですか、1位に上がったじゃないですか。そこからすごい、かなり差が開いてますね。すごい。いや本当にあのイベント始めた時、1位の方手強すぎるっていう話をねみんなでしよったんですけど、すごいみんなで力を合わせて、すごい今1位になってるのでキープしたいですね。皆さん、1位と2位だと全然違うもんね。1位だったら出場できるけど、2位だったら出場できないね。だからこれをキープできるように私も頑張ってというか私もたくさん配信できたらいいなと思ってるんで、そう、ちょっとね落ち着いたら、自分のやろうと思ってることが落ち着いたら、あの今決まってるミクチャ配信の、そう、時間に結構1日飛ばしとかにやってるんで、時間とかも追加できたらいいなって思う。2位の方、今日10時間配信するそうです。待って、10時間、いつから10時間なのって感じだけど、え、でもな、2時とかから始まっちゃう。むむ、すごいな、10時間、一人で10時間でしょ、本当にすごいと思う。ディーデズの底力、そうだね、底力よろしくでいきましょう。なあ、すごい。あ、そっか、夜中とかもできるのか。そっか、それが強いですね、それが強みですね。風が吹いてくる、2位の方も昨日 STU 怖いって言ってたって。おー、すごい、そんな知ってくださってるんですね、嬉しいです。ね、お、主権です、こんにちはって、こんにちは、ありが
方も見に来てくれて。そうそうそう、そうだね。これね、なんか私のオーラを今まとわせてるんですけど、背景が白だからあんま分かんないっていう、ちょっとちょっぴり残念な状況になってるんですよね。そうなの。そうね、一日で獲得できる無料アイテム限られてるから。そうね。じわるなじわるな。わお、777リチャさん、ありがとうございます。これは BGM ですね。 BGM で流してます。スティーブ・フォーテイトの一杯の水という曲です。タムタムさん、ありがとうございます。消化道弁当さん、ありがとうございます。ミックマクラッカー、ありがとう。リチャさん、今日の配信のあれはスケジュールはどうなってるんだろう。シティユーは、あ、2時間空くのか。2時間空いてヨヨちゃんが配信してくれるのかな。僕は嫌いじゃないんだよ。神曲ですよね、本当に本当に。なんかもういろんな方に聴いてほしい。なんかもう曲を好きになってメンバーを好きになってもらうのもありだと思うし、とにかく聴いてみてほしい STU48 の楽曲。クーラーにやられてもうとるかもしれない。ひまわりが咲き乱れるって歌なんで、ひまわりにしよう。24フレットさん、ありがとうございます。坂道をってやつだよね。思わないのはなぜってやつよね。そこが印象的。あの空花さんのモノマネのやつがめっちゃ面白い。かっこいいよなあれ。かずっちさん、ありがとうございます。一番暑いらしいの。そうなの。じゃあみんな一杯以上の水飲んでくださいね、本当に。一杯の水を。本当に一杯以上は飲まんと死んじゃうよ、本当に。みんな気をつけてね、本当に。水分補給はしっかりと。そう、私もこの曲聴くと空花さん思います。え、山梨40度、40度行くの？もうそれさ、もう熱湯じゃない？真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃない。いや、でも40度はちょっと嫌いになりそう。40度か。ちょっと、そうね、40度はちょっと経験したことのない暑さだね、これは本当に。命に関わるから本当に気をつけて。山梨県住みの方。すごい。え、でも地球ってさ、最大さ、どこまで暑くなるんだろう。人間が住める場所で最大どんぐらいまで暑くなるだろう。わかんないね。
最近アメリカで最高気温が更新されたニュースを見たような。ひぃー、地球、もう地球が熱を出しているぞ。これは本当に 56.7 度らしいよ。ひぃー、もうなんかもうすごいね。これはもう外に歩けんわね。この曲も好き。明日のちりめんパーティーはそうですね、 RCC さん RNC さんで23時からです。そう、ラジコってアプリでも聞けるので、全国の皆さん聞けますので、ぜひぜひおよろしくお願いします。ああ、一つ一つ立ち止まり、僕は確かめたいんだ。想像の範囲ではない。降りるべき場所まで、ね、驚きだよ本当に。ね、よいしょ。この曲は青春各駅、各駅停車っていう曲です。いいよね、各駅停車。各駅停車が、各駅停車っていうさ、言葉がさ、こんなエモくなるってさ、すごいよな。各駅停車、山口県は各駅停車が多いですね。私の地元は、ひまわりさんっていう STU48 のバンドユニット、ガールズバンドユニットさんの楽曲になってます。各駅停車でもいい、先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない、青春だから。一つ一つ立ち止まり、僕は確かめたいんだ、ここは違う、次も違うと、降りるべき場所まで。トーンね、あれかわいいよね、あの楽器、あの楽器かわいいですよね。いい曲だ。いや本当にいい曲いっぱいあるな。本当にいい曲いっぱいあるな。曲に恵まれてるので、たくさんこの名曲を拡散していきたいと思ってます、全力で。そう、カップリングも神なんですよね。これは瀬戸内の妹という曲です。私これ初めてさ、あの舞浜で聴いた時泣きそうになった。どうよ幸せに、私が妹っていうのもあるけんかな。受けただけで涙にじんでくる瀬戸内の、STU48 全何曲あるんだろう、何なんだろう。
何曲なんだろう。今日の私の一日はこの後何しようかな夜配信はねまたしますので、ここではなくミクチャではなくもう一つのアプリでやりますので、個人配信、そうですね、あ、そうストラブ会員の皆様にお知らせなんですけど、そうですね、ストラブの最新投稿を さっきこの配信が始まる前にしましたので、今回はなっちゃんの瀬戸内めぐりパート1ということで、実際に神社仏閣に訪れた動画を投稿してます。自分で動画編集みたいなのも、動画編集もねしましてそうなんです、動画編集もしたので、皆さんぜひ、めっちゃ頑張ったのでいいねコメント待ってます。なんだ、曲が一瞬今止まったね。私に喋らせてくれたんかな。え、ごめん、本当にうるさかったね。すごい、なんかこのさ、水色でさ表示される方は配信をされてる方なの。すごい、見に来てくれてありがとうございます。あ、見て、なんかめっちゃ近づきすぎたか。すまんね、本当に。私本当にさ、生活音というかさ、結構さ、生きてるだけでめっちゃいろんな物音がする人間なんでちょっとこれは全部音拾っちゃ大変だ。BGM かっこいいよな、この曲。そう、くしゃみは本当に注意。みんなの鼓膜が私の腕にかかっているからでもイヤホンしてみんな聞いてくれてるのかな、どうなんだろう。イヤホンして聞いてます？ Which is which ってみたい。なんかもうでもすごいよね、本当にスタジオさんのバキバキのダンス見とるだけでハーってなるそう、そうなの。そのまま聞いてる？でもなんか本当に自分が今どこまでダンスの能力があってどこまで踊れるかがまだ未開の地なので、ちょっとなんかいつかチャレンジしてみたいです。でも結構私
公演とかでユニットをしてるんですけど、結構今までダンス曲が多いですね。何かと何かとダンス曲が多い。今回の夏のツアーも意外とあの全ユニットの中ではダンス曲な方なのではっていう曲なので、意外とダンス曲を任せていただいているということは、もしかしたら潜在能力があるのかもっていうねそうなんですよ。そこをなんか引き出せていけたらいいですね。もう無敵なアイドルになってみたいですそう、伸ばしていけたらいいななんて思ってます。ね、いろんな発見あると思うから、いろんなのに挑戦してみたい。でもね、私覚えは本当に遅い人なんですよ。なのでとにかくそう、自分で一回その覚えたものを持ち帰って動画見て体を動かして、そう覚え直すっていうのがね必要なので、吸収がね遅い、吸収というか覚えるのはね遅いんですけど、覚えるのは遅いんですよ。覚えたらめちゃめちゃ楽しめるっていうのを知ってるんで、そうしっかり覚えます。何そう、楽しんでやってる。へいこんにちは、初見です。マサさん、はじめまして。 STU48 2期研究生のことは知ってくれていますか？へいへい、そう、今日はちょっと BGM に流します。ボンボン、あー早い、気づけばもう45分。いやそう、これね本当になんかね踊るの楽しそうなんよ。なんかね、私この曲さ踊ったこととか振り入れしたことないんだけど、なんか雰囲気でなんかもう覚えられそうな感じ。こんな感じよね。見るの楽しいですよね。はい、チラッヤッホー、ルル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 、涙に怯えるの未来の悲しみは後で泣けばいい、残された時間を始めた時必死に目さ。2期生全員がイベント参加。そうですね、2期研究生でこの一つのアカウントで時間をねこう1時間ずつとか配分してやってます、このイベント。
かったら応援してくれたら嬉しいです。はい、はい。ハンドマイク、ふうさんがこの曲ハンドマイクありなしでダンスの難易度が変わると言ってた。ハンドマイクありの方が難しいってことかな。確かに難しそう。めっちゃ多分さ、マイクの右手左手の持ち手がすごい変わりそう。応援してます、ありがとうございます。こんにちくわ、こんにちくわ。そう、 STU 聞いたことあったよ。めっちゃ姉妹グループできてるんですね。そうなんですよ、 AKB48 さんの姉妹グループで一番妹分です。一番妹分ちゃんです。イベントは毎日参加？そうですね、毎日参加です。毎日だよ。11日までだったかな。孤独の道で誰かと出会って3の愛を知った。そうそうそう、結構長丁場だよね。そうだね、2期研究生で力を合わせて頑張ってるんで。そうなの、1位になってるの。2期生みんなで頑張ってるね。頑張ってねって、ありがとう、応援してね。そう、昨日に2位から1位に上がったんですよ。でもまだまだ気を抜けないので。リチャさん、ミックマキッスありがとう。誰がいつ出るんだろう。今日のこれからは、あのね、 STU48 2期研究生がツイッターをしてるんですけど、そこで本日の配信するメンバーのスケジュールとかをみんなで、そうなんですよ、2期研究生で分担しながら投稿をね、投稿してるんですよ。もう投稿してるから、よかったらそこをチェックしてくれたら嬉しいです。14時以降は、そうですね、次は16時からですね。16時からやよちゃんが配信してくれます。中広やよちゃん、そうそうそう、推しの配信がもしね、時間が合わんくて見れんくても、他のメンバーの時にね、そう貢献していただいたら、もう全体のポイントで決まるので、このイベントは。そうそう、大体ね、そう、どの誰かのね、メンバーが配信してるから、そう、よろしくお願いします、見てみますって。ありがとう、見てみてね。そうなの、だからこのイベントね、1位をキープできたらなって思ってます。そう、あら、気づいたらもう51分ですね。51分、次は2時間時間が空きますので、皆さんその間ね、そう、なんかお家にいる方はお家でまったりやらなんやらしてください。次はやよちゃんが配信してくれますので。わ、すっごい音がする。はい、ねえ、本当にオープニングアクトでさ、ステージにさ立つって本当にすごいよね。で、私も本当に実際に TGC に行った時にそうなんです、もうアーティストさんの
いろんなアイドルさんとかのステージを見たりして、わあいいなーって思ってたのですごいそのステージに立てるのは夢ですね。多分私もそうなんですけど、その TGC さんのステージとかで、最近はこういうアイドルさんがいてみたいな、こういう曲が流行ってるんだって、やっぱ確かに実際見ると本当に可愛いもんなとか思って、ファンになるからファンになるから、すごいなんか本当にとてもとても良き機会だなと思うので。わお、ヘリコプターからダイヤがわあ、ケンケンさん、ヘリコプタワー、ヘリコプタワーですかねこれ、ヘリコプタワーありがとうございます。ありがとうケンケンさん、ありがとう。そうそう、やけん、あなたもアイドルですよね。そうそうそう、私も実際に TGC、 アイドルになる前に TGC さん行って、そうアイドルさんのステージ見て、この子かわいいとかやって、そう好きになったりとかしたから、そう私もあの、そう STU48 として、そう2期研究生としてこう TGC のステージに立つことによって、こう今までね STU48っていうことをね、そうそうそう、知らないっていう方もこうやって気になっていただけるチャンスなので、やっぱ身をもってね、私はそのこのイベントの重要さというか、このすごいとっても素敵な機会っていうのを知ってるのでそうなんです、1位キープして出演したいですねありがとうございます皆さん。あ、プリちゃんだ、プリちゃんありがとう。竹内さんかわいいな、かわいいな、プリちゃんありがとうございます。プリって出てきましたねはいかわいいよなこれ。そう、私いつもあの配信の最後に2期研究生の楽曲を歌っていうのを習慣にしてるので歌います。 STU48 2期研究生のオリジナル楽曲、僕らの春夏秋冬です、聴いてください。もう TGC でこの曲を披露できたら私は泣いちゃうじゃーん、聴いてください。I'm
い、というわけで皆さん、本日も渡辺夏樹の配信を見に来てくれてありがとうございます。この後16時から、この後16時からは2期研究生中広弥生ちゃんが配信をしてくれます。16時からはずっとですね、そうですね、24時まで、16時から24時まで、ちょっと今からちょっと配信の時間が空いて、4時から12時まで、そうですね、2期研究生が1時間ごとに配信しますので、次は中広弥生ちゃんです。弥生ちゃんです。なので皆さん、また4時からみくちゃ配信見てください。というわけで、皆さん、見に来てくれてありがとう。1時から2時の間見に来てくれてありがとうございました。それでは壇上を読み上げていきたいと思います。私のラッキーナンバー12位の方から読み上げます。12位、まっちゃん、ありがとう。12位、みーさん、ありがとう。10位、まーくん、ありがとう。9位、あきよしさん、ありがとう。8位、やまちゃん、ありがとう。7位、ふーちゃん、ありがとう。6位、イレブンさん、ありがとう。5位、ケンチさん、ありがとう。4位、リチャさん、ありがとう。3位、タカヒロマックさん、ありがとう。2位、月影さん、ありがとう。そして第1位はケンケンさんです。ありがとうございます。ありがとう。はい、というわけで皆様、今日も配信を見に来てくれてありがとうございます。それではまた4時にこの配信で会いましょう。2期研究生、次はやよちゃんの、やよちゃんが配信をしてくれます。それではまたねー。よかったら、ストラブ会員の皆さんはよかったら私の投稿をチェックしてくれたら嬉しいです。投稿上がってます。いいね、コメントお願いします。それではまた明後日かな、私は明後日かな、明後日の配信になります。それではまたね。ありがとう。楽しかったです。ありがとう。